ですね、とある場所に行ってきたいと思います。そのとある場所とはですね、昨日ねテレビを見てたらドラえもんの映画の主題歌の虹がテレビで流れてたんですよ。で、あ、ドラえもんやと思って、で、私もともとドラえもんが好きで、特にドラえもんのお話で好きなのがのび太の結婚前夜っていうねお話なんですよ。その結婚前夜のお話がめちゃくちゃ好きで、ドラえもんの映画の主題歌ということで、この映画はのび太くんとしずかちゃんが結婚してみたいな話をしてはって、へっと思ってお風呂二人がね結婚するっていう話を聞いて、へっってなって、もうそれ見なあかんと思って、すごい使命感に駆られて、僕大好きすぎて、で昨日その話を聞いて、今日ねもう即思い立って行動に移してもう見てきました。もう序盤からもうボロ泣きで、もうめちゃくちゃ良かった。もう話の内容はネタバレになるのであんまり言えないんですけど、もうおばあちゃんとかも出てきて、もうめっちゃ感動した。本当にね見てほしい。あのドラえもんが今まであんまり見たことないっていう方も絶対に感動する、すごいいい話。のび太の本当の心の優しさとかをみんながすごく分かってくれてて、でそののび太の意志の強さとかがすごく現れてるね、本当にいい映画だったので、ぜひ皆さん見てほしい。メンバーのねお誕生日プレゼントとかもね、あの買いに行きたいなと思ったので行ってきたいと思います。それでは早速行っていきましょう。プレゼント渡すときって自分もワクワクするよね。席は後ろを取る派です。はい、ということでただいまでございますと言いながら場所が変わっただけっていうね、なんともバリやすい構造になっております。やっぱりねドラえもんはもう最高すぎた。もう本当にいい。もうねドラえもんがまだ見たことないよって方もぜひ見てほしいぐらい、すっごくいい映画だったです。だったです。日本語を失いました。いやもうめちゃくちゃ良かった。本当にねもう序盤から感動のシーンがたくさん詰まってて、あとねやっぱりジャイアンとのび太の絆だったりとかがすごくねもうめちゃくちゃねよく描写されてて、本当に良かったです。いやもうみんなぜひ見てください。はい、ということで今日の休日はこんな感じでございました。皆さんもねぜひねこれ見たいんだよとか、最近これ見たよっていう映画があればぜひコメントお待ちしております。ということで今日も見てくれてありがとうございます。なんか最近唇がちょっと切れて痛いバイバーイ。